8分47秒。なんか映ってる。マーティ君も反応してる。8分49秒に何か映ってる。マーティも反応してた。怖い。はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。はい、今日はですね、一つ前に公開した動画、これね、ドンステッペネっていうね、踏まないようにするやつね。これの動画にですね、映り込んでしまったものについて、ご説明させていただきたいなと思います。実は、昨日の夜ですね、コメントが入りました。ちょっと読ませていただきますね。寿司侍さんからですね、8分47秒、なんか映ってる。マーティ君も反応してる。マサチャンネルマサさん、8分49秒に何か映ってる。マーティも反応してた。怖い。はい、深夜にこのコメント見たのよ。で、確認しようかなと思ったんだけど、怖くてできなかった。え、何かうちの動画に映り込んだらしいんだよ。レーシン君は実はまだ何も見てないんだけど、僕はこれを見て夜鳥肌立っちゃって寝れなくなっちゃったの。はい、それについてですね、今から確認していきたいなと思います。大丈夫ですか？8分47秒から49秒のあたりですね。今そのあたりにセットしておきました。じゃあいきますよ、見ますよ。はい、今45秒ぐらいです。ここから見ていきましょうか。はい、見ていきますね。何回踏んだ今、はい、48秒。はい、なんか今映ってた。なんか映ってたよね。もう一回見ようか。何回踏んだ。ふわっと飛びましたね。で、その後マーティ君がそれを追うように上を見るんですね。もう一回見てみましょう。レシン君が立ち上がったらふわっと出てきて、それをマーティン君が追うように見た。どういうことこれ。はい、ですね、これはですね、スロー再生したいなと思います。レシン君がちょうど立ち上がる瞬間に、レシン君の左足からかな、ふわっと出てくるのが見えますね、ここ、ほら、これ。そしてそれがカメラに向かって近づいてくるんですね。それで上に上がってって上に上がっていくんですね。マーティが、はい、マーティがそれを見て反応して上を向くんですが、これもう一回ちょっと戻してみましょうか。はい、これです。この白い何か、何これ。これだよね、毛ですね。これはですね、マーティ君の毛ですね。ちょっとさっきパパマーティ君と遊んでてついてんだけど、まあこういうちょっと見えないかな、こういうね、毛、これがこの設置してたアクションカムの方に向かって飛んできたんだな。そうだと思います。びっくりしたでしょ。で、これね、2つのカメラで撮ったの。一つはアクションカムで地面にペタってくっつけて、もう一つは今撮ってるこのビデオカメラで撮ったんだけど、同時撮りしてるんで、もう一個映像があるんですよ。で、それがこちらなんだけど、これエイシン君立ち上がる瞬間で、こちら側にはね、何も映ってないの、毛らしきものが。本当だ、映ってないね。で、多分下に置いてるアクションカムの方に向かって毛が飛んでってるんだな。で、マーティの方は何も変化ないでしょ。で、たまたまマーティが上を向くんだよ、これ。これね、怖かったよ、最初。たまたまですよ、これ。本当にね、毛が、だって最初、イエシン君の足元から出て、うお、ちっちゃいんだもん。ちっちゃいのが、このカメラに向かって飛んできてるから、だんだん大きくなってきてるけど、ね。これね、手前カメラの上に向かって飛んでいくけど、それでその後たまたまマーティが上を見るっていう。ということでですね、まあちょっとびっくりしたパパもね、正直に言うけどね、マジで怖かった昨日の夜。最初僕も今見た時だよ、お化け映ったと思っちゃった。そう、最初なんかふわっと映るから、なんか確かに映ってたと思うんだけど、スローで見ると完全に毛ですね。もうね、本当にね、怖かったです。
見てね、ちょっと怖かった、一瞬怖いと思った方はですね、安心してください。はい、この動画を見れば安心できます。そうです。はい、ということでですね。いやちょっと怖かったでしょ、本当に。怖かったね。怖かった、怖かったね。そうだよね。パパも、前原家はですね、もう本当心霊的なもの、マジで怖いんで。テレビ番組というか極力見てないから、うん、あの心霊テレビ番組だ、即チャンネル変えるから、うん、それぐらい嫌いなんです、うん、なんで、あ、本当に今日の今朝ね、今朝になってこれを動画を見る、確認するのすごいね、勇気がいった。まあ最初は奥さんが確認してくれたんだけどね、うん、僕怖くて見れなかったもん最初、うん、怖かったよ。はい、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバイ。